はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズ第37弾をお送りします。で、この問題ね、やっていきますので、ここで一回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、この動画では2番までの解説をね、やっていきますので、よかったらね、そっちの方を聞いてみてください。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ画面下げますのでお待ちください。いくよ、いいよ、ほっ、いいかな。よし、じゃあ行きましょう。この辺から。でですね、ちょっとこの遠い画面で申し訳ないんですけど、その問題、関数の問題だけじゃないですけど、ここに、まあ、いっぱい情報が書いてありますよね、最初。で、その情報をまず写します。いつも言うけどね、まず書き込んでいくと。で、今回、まあ、3番はね、普通に難しいんですけど、1番、2番、特に2番か、に関しては、ここの情報を写す作業の時にちょっと勝負が決まるというか、割とね、そういった系統があって、で、まず、直線1が関数 y イコール x プラス6です。ここですね。これが y イコール x プラス6。で、直線の式を書いた時に癖をつけて欲しくって、そいつの切片、今だったらこの直線、切片は y 軸とぶつかってる、ここね、c ね、の座標は、ここと一致するので、まあ、6って書いてもいいですしね。一応書くんだったら0の6です、c は。これはすぐわかるので、その問題で使う使わないは置いといて書き込む癖をつけておきましょう。で、次が、曲線が y これ x2 乗。これですね、x2 乗と。で、a と b の x 座標が出てて、a がマイナス3、x 座標がね。で、b の x 座標が6ですね、6。で、あとは点 c が直線 c と y 軸との交点。まあ今書いたね。で、原点 O で、点 D が、ここだね。ここがすごく大事で、こいつ、D。CO 対 OD が6対7なんですよ。6対7。で、実は、この時に、D の座標ね、これは Y 軸に乗ってるからさ、X 座標は0なのはわかるんですけど、ここが、マイナス7って、実はすぐわかるんです、この問題。特に、ここがね、6になってくれてたから余計にわかる。そう、それがね、気づけると、2番がめちゃくちゃ楽になります。で、一応ここ説明していきましょう。あのね、今、CO 対 OD、ちょっとまっすぐ書きましょうか。ごちゃごちゃしてるからね。上が C です。で、この辺に O があって、ここに D があると思ってください。ここですね。ここ切り取りました。で、ここの座標が、まあ、0の6。で、ここは分かってません。で、今、CO 対 OD が6対7なので、ここの長さが6対7になってるんですよ。で、この問題なんで楽って言ったかっていうと、暗算ができます。何ができるかっていうと、この06っていうのは、O から C に対して6離れてるって意味です。まあ、0の6だからね。つまり、ここの長さを6って置くことができるんです。まあ、書くことができる。0の6だからね。ってことは、6対7で6と6数字一緒だから、この下も長さ的には7のはずなの。長さが7。で、間違っちゃいけないのは、長さが7だから、あ、0の7って書いちゃうとダメなんだよね。何がダメかっていうと、今、D に関しては、最後に書いてあるけど、Y 座標負なので、下に降りてるんだよね。下に降りてるってことは、距離としては7離れてるんだけど、座標としてはマイナス7なの。7下に下がってるから。だから、あ、6対7で、しかもここ6じゃん。さっき切片書いたからね。6じゃん。あ、じゃあ下7離れてんじゃね？じゃあ0のマイナス7でいいじゃん。って気づけるといい。で、もし、じゃあ、ここの座標がさ、9。だからここも9だよね。みたいな感じで、すぐ数字が分かんない時どうするかっていうと、例えば、ここの距離をね、長さを x って置きます。で、比が6、7で分かってるから、6対7イコール9対 x みたいな。あと比例式を立てる。で、比例式は外外中中で掛け算すればいいから、外外かけると 6x。中中で屈指63。で、6で割ると6分の63なんで、3で割れば2分の21か。こうなると。で、ってことは、ここの、長さが2分の21。でもさっきと同じです。2分の21下に降りてるから、もしこれだったら D は0のマイナス2分の21って出すことができますので、まあこういう感じで、ぜひ、覚えておいてください。
ていいかな。まあ、今回はね、その67が使いやすい数字で書いてくれてたので、こうやってすぐ置けてしまうと。いいね。で、話を戻しましょう。で、AE 対 ED。あ、まあ、AE と ED が一緒。ここの長さと、ここの長さが一緒ですよって。つまり、E は AD の中点なんだよね。ちょうど真ん中で切ってるからさ。で、あと、BF は Y 軸に平行。これです。Y 軸に平行っていうのはまっすぐ下に下ろしてるよっていう、BF はね。じゃあ、この状態でやりたいんですけど、まあ、さっきね、やったように、ちょっと戻します。話戻すね。ここなんですけど、A と B に関しては、X 座標だけ出てますよね。で、片方の座標が分かっているときには、もう片方の座標をすぐ出しちゃう癖をつけてください。どういうことかっていうと、例えば、この A っていうのは、曲線。y イコール ax 二乗もそうだし、直線 y イコール x プラス6もそうなんですけど、どっちの上にも乗ってるんですよね。その座標が。乗ってるってことは代入していいよっていう意味なので、どっちにも代入できるんです。ただ、こっちはまだ a が分かってないので、分かってない文字が入ってたら意味ないから、だからこっちで使います。で、これは x 座標、マイナス3ね。だからこいつの x に代入すると、y イコールマイナス3プラス6になります。計算すると3ですよね。で、これ何表すかっていうと、Y 座標が3だよって言ってるから、ここ3なの。こうやって。あっちもそう。B も、この直線の上に乗ってるから、X が6。代入できる。6たす6だから、Y は12だよねっていう。片方の座標が出てるときはすぐ出せますんで、出す癖。こっちも同じ。切片を書くと同じで、書く癖をぜひつけてください。じゃあ一番行きましょう。ちょっとね、この動画ね、もう5回ぐらい撮り直しをしてて今、喉が、ごめんね。ちょっと。よし。で、ここの A を一番求めたいですと。で、この例えばどっちの座標を使っても構わないんですけど、この曲線の上に A も B も乗ってるから、まあ、さっき言ったようにね、代入することができますと。じゃあこっち代入しますかね。X 座標がマイナス3。つまり X にマイナス3、Y に3を代入できるので、3イコール、マイナス3の2乗は、マイナス3かけるマイナス3。だから9ね。つまり 9A。で、これ、9で割ると、A イコール9分の3、約分して、3分の1と。これで終了となります。だからね、情報が更新されたので、みんなもこうやってね、書き直しておいてください。で、2番なんですけど、この EF の式ですね。直線 EF ここです。この式を求めたいと。で、直線に関しては、まず直線って言われたら Y イコール AX プラス B ね。これを使っていくんですよ。で、まあ傾き出したりとかっていうのもね、切片分かってればとかいろいろ話はあるんですけど、一番シンプルに分かりやすいのは、2点の座標。その求めたい直線が通る2つの点の座標を出せばいいんです。で、今はどう見ても E と F しかないから、E と F の座標を出せれば、この式出せんじゃん。っていう風に考えてください。で、まず楽な方から、F から行きましょう。F は、まず、これ、X 軸の上に座標乗ってます。X 軸に乗ってるってことは、Y 座標は0です。Y 座標は0。で、X 座標をどう考えるかっていうと、B から真下に下ろしてるんですよ。F は。ここ平行って言ってたからね。真下に下ろしてるってことは、ここの X 座標とここの X 座標は同じです。なぜなら、B は6の12って、6の12って意味なのね。6の12。6って同じでしょ？真下だから。だから F はすぐわかる。こうやって、6の0。で、E です。E はですね、これ、さっきここの長さとここの長さが一緒って言ったので、中点なんですよ。中点。じゃあ AD の方か。AD の中点ね。辺 AD、ここです。線分 AD か。の中点。で、中点の出し方はぜひ覚えておいてください。ちょっと大きくしましょう。中点はですね、まあ、X 座標からいきます。X 座標は今 AD の中点なんで A と D の座標を使いましょうと。それぞれの X 座標、マイナス3と0です。足してください。マイナス3だね、足すと。それを2で割ります。まあ、2分のをつければいい。だからマイナス3を2分のつければいいから、マイナス2分の3って言ってすぐわかります。Y 座標も一緒です。
3とマイナス7を足すとマイナス4。それを2で割ればいいからマイナス2ってことですぐ出せる。これ中点の出し方ね、ぜひ覚えておきましょう。で、2つの座標が分かったので、まあ傾き先出しても構わないんですけど、いつも通りね、それぞれの座標を代入して、連立で求めていきましょう。じゃあ、x マイナス2分の3、y がマイナス2なんで、マイナス2イコールマイナス2分の3、a プラス b と6の0も代入しましょう。0イコール6 a プラス b と。で、まあ、このまんまね、b 揃ってるしってことで引き算でいっちゃってもいいんですが、まあ、分数あるとちょっと連立嫌だなっていう方もいると思うので、上の式に2をかけますか。そうすると、マイナス4イコールマイナス 3a プラス b。上に2をかけたですね。b じゃねえや。2b だね。2b。で、下も b 揃えたいんで2をかけると、0イコール 12a プラス 2b。上と下逆にかけばよかったね。引き算しましょう。マイナス4イコール、マイナス 15a と。で、両辺マイナス15で割ると、15分の4となります。a はね、15分の4。ごめんね。で、それを使って b を求めましょうと。で、まあ、この式かな。ここ使うのが一番簡単かな。じゃあ a に15分の4入れると、0イコール、6かける。15分の4プラス b。ここがね、割と割れるので、3で割ると2と5。5分の8だね。つまり、移行すると b イコールマイナス5分の8。こうなるからね。で、OK。で、まあ、求めたいのは EF の式を求めなさいと言ってるから、ちゃんと答えの欄には y イコール15分の 4x マイナス5分の8と。これを書いて終了という風になります。いいかな？ぜひね、数学が苦手、まあね、得点源そこまでね、で、取れないよっていう方も、2番までは、最低1番は絶対ね、絶対で、2番までは、中点の出し方はね、すごくシンプルな覚え方だからさ、それぞれの座標を足して2で割るで中点求められるので、それであと2点の座標が分かれば、連立でいけるじゃん。ちょっと連立めんどくさいけどね。でもね、ここの復習してもらって、ここまでは、自分の力で解けるようになってくれたら嬉しいです。はい、ということでね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。では、3番の解説は概要欄の方にありますので、よかったらそっちも見てみてください。では、ひとまず今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。